君はもしかして借金悪魔のルセリアだ。借金悪魔のルセリアだ。俺の超絶美女が。お前が私の主人か。ああそうだけど、俺は高木海斗、よろしく。なんか頼りなさそうな主人だな。え、頭も悪そうだし。ご主人様に向かってそんな口の利き方は。口が悪いのは気にするな。悪魔は大体こんなもんだ。悪気はない。そうですか、よかった。え、よかったの？誰この子？シルフィーだよ。シルフィー？見たところバルキリーっぽいな。はい、あなたと同じカイト様のサーヴァントです。よろしくお願いします。ああよろしくな。ん？お腹すいた。お前まだ何もしてないだろ。ご主人様、近くにスライムが。いた。仕事すりゃくれんだな。破滅の極意！さすが PP が130だけはある。おい早くくれよ。ああほら。あーん、もぐ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 、ごっくんおかわり。は？あるわけないだろ。ケチな主人に当たったみたい。最悪。ルセリア。だってケチじゃん。なら今度は新色の息吹を使ってくれる？まだやんの？お願いします。若くあげるから。新色の息吹。このスキル怖すぎる。絵面的にもやばい。ほら早くよこせよ。あ、はい。あうん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 、ごっくん、さっきよりおいしい。もっと下に潜ろうぜ。え、強いやつの捕獲の方がおいしい。ちょっと待ってルシェリア。あ、さん、その3階層からはモンスターが複数で出現するんですけど。え、だから新しい武器とかも調達しないと。そもそもルシェリアさんはこのダンジョンのことをご存知なんですか？そんなの知るわけないだろ。行くぞ。な、明日にしましょう。今日はほらルシェリアさんも疲れてるでしょ。まだ疲れてない。ルシェリア、ご主人様はあなたのためを思って言ってくださってるの。仕方ねえな。よし、そうと決まれば明日は三階層に挑戦だ。ついに三階層だ。今日のために武器も新調したし。ご主人様にとてもお似合いです。そう？結構高かったんだこれ。高けりゃいいってもんでもないだろう。ヘルハウンド、しかも初っ端から2匹か。まず1匹倒して。やば。シル、ルセリア頼む。はいはい、赤くくれよな。破滅の特意。ああもぐもぐごっくん。え、2匹倒したんだから2個くれよ。それじゃあ魔核が残んないじゃないか。ええじゃん。よくない。あと何体か倒したら余分にやるから。本当だな、約束だぞ。
あ、嘘だったら地獄に落とすぞ。今度はワイルドボアか。ルセリア、破滅の黒煙だ。まさか忘れんなよ、破滅の黒煙。登場際の悪いやつめ。ここは任せて。当たった。要求されるせいでリザルトはイマイチだったな。よかった、アイリさんとパーティー組めて。私こそ肉と光には感謝している。感謝しているのはこっちの方なのです。アイリさんがいなかったら6階層まで行けたかどうか。だよね、光。パーティーか、あの子たちが6階層まで行けるんだ。頑張れば俺たちのパーティーだって。何思い出し笑いしてんだよ。余裕だな、こっちとら志望校に点が足りないってのに。志望校？まさかまるで考えてなかったんじゃ。まるで考えてなかった。高木くんたち志望校の話してるの？あ、うん。どこにするの？葛城さんは？私は大岡学院に行けたらいいなって思ってるんだけど。大岡学院？まさか高木くんも？そうなんだよ。一緒に通えるといいね。保育園からずっと一緒だなんてちょっとすごいよね。はるか、プリント配るの手伝って。うん、今行く。じゃ。葛城さん、なんだか嬉しそうだったな。なんでだろう。え？破滅の特典！よくやったな、ルシェリア。あの程度朝飯前だ。むぐむぐ。神の雷撃！飲食の絵巻！しょうがないな。シル、どうかした？なんでもありません。フェルハウンドの気配が。なんだかおかしい。もしかして俺を避けてる？待つんだ団長。止めないで兄さん、僕は団長が許せないんだ。新入りのくせに兄さんにあんな態度取るなんて。新入りのくせに、新入りのくせに、新入りのくせに。この上は決闘しかない。かくなる上は決闘です。望むところだ。待つんだ二人とも。神の雷撃、破滅の特典。大変なことになってしまう。一体どうすれば。あら、どうしたのカイト。おはよう高木くん。おはよう葛城さん。そう、一睡もしてないんだ。うん。どんな悩みなの？私でよかったら力になりたいな。実は
実は？シンジとハヤトが性格の真逆の女子二人と仲良くなったそうなんだけど、おとなしい子の方がきつい性格の子のことが好きじゃないらしいんだ。で、みんなでうまくやっていくにはどうしたらいいのかなって悩んでるんだ。好きじゃないらしいってことは聞いてないの？え？本人に聞いてみればいいんじゃない？ご主人様、ルシェリアは？シル、二人だけで話さないか？突然どうされたのですか？ルシェリアのことなんだけど、どう思ってるんだ？どうと言われますと？単刀直入に聞くけど、あんまり好きじゃないだろ？そんなことないです。最初はちょっと怖い子なのかと思いましたが、犯人も悪気はないって言ってましたし、優しいいい子でした。今は大好きですよ。じゃあさ、何か悩みとかない？特にないです。絶対あるはずだ。ないですよ。俺はシルがとても大切なんだ。大切だから、思ってることがあるなら教えてほしい。それじゃあ、一つだけあります。一つだけ？ご主人様はルシェリアばっかり優しくしているので、私にも同じようにしてほしいです。別にルシェリアに特別優しいなんて、そんなことないだろ？いいえ、そんなことあります。最近魔覚もルシェリアの方が多くもらえてますし、ルシェリアのことは大好きです。だけどルシェリアが来る前はご主人様ともっとお話できていました。ルシェリアだけじゃなく、これはあれか、いわゆるやきもちか、やきもちというやつなのか。ああ、わかった。これからはシルにもルシリアと同じだけ魔覚を渡すし、話ももっとするようにするよ。本当ですか？やっぱりカイト様でよかった。おかわりだ、ルシェリア。シルにもおかわり。さっきとっさに撃ってくれた神の雷撃、助かったよ。そんな、当然の務めです。そんなこと、私には一度も言ったことないよな。ああ、破滅の極炎を撃ってくれなかったら危なかった。さすがルシェリアだろう。もっと褒めてもいいんだぜ。神の雷撃。おお、これはシル、レベルアップしたぞ。ステータスがすごい上がってる。本当ですか？嬉しいです。これもご主人様のおかげです。よかったな。ありがとう、ルシェリア。シル、レベルアップした力を見せてくれ。はい。神の雷撃。すごい、3匹を一瞬で。チル、鉄壁の乙女。よし、こっちは時間が伸びてる。そいつは私が。いや、俺に任せて。いいな。ルシェリアは今回何もしてないだろ。させなかったのはそっちだろ。あの。ん？聞こえない。だから聞こえないって。お腹いっぱいになりません。ご主人様、もう一個いただけませんか？はあ、レベルアップして威力が上がった分、食欲もアップするとは。最近お持ちになる魔覚の数が減りましたよね。ですよね。はあ、必殺殺虫剤プレス。ああ
いいです。手伝われたら魔覚がたまんないから。じゃあ呼び出すな。あら、私は嬉しいな。どうして？こうしてご主人様を応援できるから。応援ね。そうだよ、ルシェリア。俺が頑張れるのは二人の応援のおかげなんだから。そうなのか？あ、ありがとう、シル、ルシェリア。ありがとうなんてもったいないです。ならこれからも応援してやるよ。このところスライムの魔覚ばかりお持ちになりますね。ちょっと初心に戻ろうと思って一回走で。そうなんですか。高木様ならもう4階層に行かれてもおかしくないと思ってましたけど。4階層に潜るとなると俺の装備は貧弱すぎる。新しい防具が欲しいところだが、カーボンナノチューブの全身スーツか。げっ、高っ。もっと稼がないとな。こっちです、ご主人様。あれはまさか特別なスライムだ。これも神の祝福のスキルのおかげか。ってことはシル、ルシェリア、絶対に倒すぞ。ああ、一気に決めるぞ。はい。よし、サーバントカードゲット。あれ、これってまさかマジックオーブ。これがあれば夢の魔法使い。これは占い、すぐ使おう。確か地面に叩きつけるんだよな。おお、ボール、水系マジックだ。おお、やったぜ。おめでとうございます、ご主人様。やったのじゃねえか。早速威力を試してみよう。いた。シル、鉄壁の乙女を頼む。かしこまりました。ルシェリア、一目損なった時は破滅の極炎だろ。分かってるよ。ウォーターボール。くらえ。よし。え、全然ダメージがない。しょぼいのが俺の魔法？魔法を発動できるだけでもすごいです。慣れてくるときっと威力も上がりますよ。あれだ、喉が渇いた時にいつでも水が飲めるようになったし、よかったんじゃね。売ればよかった。高木くん？お？どうしたの、こんな時間に。魔法が。あ、魔法？あ、魔法少女プリンセスダンジョンの映画。そう、プリダンの映画を見たんだ、シンジたちと。ただ期待したほどじゃなかったからさ。え、あの映画すごく評判いいのに。にゃ、帰ろうか。そっか、塾の帰りだったんだ。こないだはありがとう。え、何のこと？言ってくれたよね、本人に聞いてみればいいじゃないって。だから直接聞いたんだけど、そのおかげで問題が解決できたんだ。あれ、高木くんのことだったんだ。え？やだな、シンジとハヤトの話って言ったじゃないか。そうだったね。おやすみ。ああ、おやすみ。
葛城さん怒ってたような気がしたけど、まさかこれはあれか、シルフィーと同じ焼き餅というやつなのか。いや、そんなことあるわけないか、絶対ない。そんなことより、あの外れ魔法をどうするかだ。